はい、どうも皆さんこんにちは、勝井先生の佐藤です。今日はですね、まあ、今コロナ禍でね、皆さんご家庭でスーパーでお刺身を買ってきたりされると思います。今日もちょっとこのように買ってきました。はい、でお刺身売り場とかによく一緒にセットに売ってたりする、まあ、お醤油ですね。はい、まあ、お醤油で食べても美味しいんです。このお醤油で食べても美味しいんですけども、うん、まあ、よりお店で食べるような美味しい感じに仕立てるように、何が違うかというと、お醤油がお店だと美味しく食べれるようなお刺身用のお醤油とかお寿司用のお醤油とかって作ってるんですね。はい、それをご家庭で簡単にできる本格醤油の作り方をお届けしたいと思います。はい、はい、それではレッツクッキング。はい、それでは材料のご紹介です。まずはお醤油、そしてみりん、はい、そしてお酒、うん、で、まあ、上白糖でもいいんですけど、お店によくあのこのザラメですね、中層とあります。なので今日はこれを使っていきます。はい、上白糖でも構いません。はい、と鰹節、はい、はい、と昆布ですね。はい、はい、これらをどうするかというと、この 20cc の今日のレードルでやるんですけど、はい、まあ、これ分量あれなんで 20cc に対しての量なんですけど、はい、醤油が3、はい、お酒が1、はい、みりんが 0.5、はい、で同じこのレードルで、1ですね。もう量りがなくてもできるようなこんな感じですね。はい、と砂糖が1、砂糖が1、砂糖が1、はい、はい、と、鰹節、これ 10g なんですけど、だいたい一つかみがだいたい 10g ぐらい取れます。はい、まあだいたい雰囲気で言ってもらいます。と、昆布、はい、昆布が、だいたい5g ぐらいかな。はい、はい、そんな感じです。はい、はい、もうご家庭用なので、はい、だいたいこの辺りの材料があればスムーズにできると思います。はい、はい、それではやっていきたいと思います。まず最初に、まあ、レードルで濡れちゃうと砂糖とか取れないので、はい、まずこういう風に作ってもらって、これで砂糖1です。はい、もう全部最初に合わせちゃいます。はい、醤油これね、さっき買ってきたばかりなんで、仕上げでございます。はい、これ3ですね。1、2、3、とお酒ですね。酒が1、はい、表面張力で酒が1、みりんが 0.5、はい、これに昆布なんですけど、これお酒湿らしてますリードで、はい、軽くこう表面をですねこう拭いてもらって、白くこう拭いてるのを取ってもらって、こんな感じですね。あの洗ったりしちゃうと昆布のうまみ逃げちゃうんで、まあ、こんな感じでさっと拭いてください。で、あとはこれをこの鍋に、ちょっと入んなかったな、入んなかったら少し切ってください。はい、感じでこれで一度火をかけていきます。点火、はい、でこれで沸かしていきます。で沸いてきたら昆布を引き出して、はい、鰹節を入れる、火を止めてね、火を止めて、はい、はい、そんな感じです。はい、はいはい、で今お醤油沸かしてる間に、この鰹節をだしパックのようなものをね、ちょっとリードペーパーでこうくるんで作っとけば、はい、まああとこの後に沸いてきたらこれをポンと点入れればね、あとこさなくてもいいという、はい、はい、でこれをでこう巻いていきます。ロールキャベツのように巻いていって、はい、最後くるっとこの折り目に入れ込むと、そうすると濡れちゃえばあの開かないように、はい、折り込んで、はい、こんな感じですね。はい、ちょっとこぼしちゃったけど、はい、沸いてきましたね。すぐですね。ええ、でね、砂糖だけはちゃんと溶かしたいので、上白糖だったらすぐ溶けるんですけど、はい、この中層糖だとちょっと溶けなかったりするので、一旦こう回して溶けたかどうかを確認してください。これでね、照りというかちょっととろみ、あの、はい、たまり醤油のような感じですね。うん、
あれを出します。前回の漬け醤油にすごく似てます。はい、あれにかあの昆布が加わってるから。はい、お寿司だと、お寿司の醤油だと出汁で割ったりとか北海道の場合よくあるんですよね、はい、あのいっぱいつけてもいいようにみたいなね、はい、そういう感じあるんですけど、お醤油の場合はね、あのちょっと濃いめです。で、沸いてきたので昆布を今引き出したいと思います。はい、はい、いい感じで沸いてきましたので昆布を取り出しまして、はい、で火を止めて、この鰹節を入れていきます。で、しっかりと全体に鰹がね、出るような感じで、ちょっと普段はね、あのこういうのパックじゃなくて直接入れるんで、だし、あの鰹節が液体に沈むんですけど、今回取りやすいようにこういう風にやったので、しっかりとなじませてください。この中に鰹節が入っているので、鰹節のエキスをしっかり醤油に出してあげてください。で、このままちょっと冷ましていきます。はい、はい、感じですね。あとは冷めるまでしばしお待ち。はい、はい、はい、ということで冷めましたので、はい、まあね、ご家庭だとこれのちっちゃい版とかありますよね。なんかこういうのに入れて絞ってもらえれば、手で絞ってもいいんですけど、手袋でね、はい、まあ、あえて今日は味噌汁の、そうそうそう、溶くやつ、溶くやつ、そうそう、こんな感じでね、はい、で、周りについたお醤油、はい、ちょっとね、あのお砂糖入ったので、はい、ちょっととろみがついてるんで、はい、これがね、またあの淡白なね、刺身なんかをしっかりと美味しくしてくれるんですね。で、こういう風にしっかりと押し出してもらえれば、あと残ったこの鰹節でご飯でも食べてもらえれば、そうですね、軽くレンチンしてもいいと思います。おかかで、おかかで、はい、こんな感じで、塩も出てこないかな、まだ出るか、だいぶ吸ってくれてますね、はい、いい感じですね。はい、こんな感じで、あとはこれを専用の容器に入れると、はい、こういうふうに、はい、これで本格醤油の完成でございます。なるほど、はい、さっきの分量でこのぐらいできると。そうですね、これ何 cc あるんだろうな、数えてみて実証しよう、せっかくなんで、はい、20なんでね、はい、2でしょ、 C でしょ、ああ50ぐらい、50ちょい、そうだね、50ちょい、まあ、60ないので、58ぐらいですかね、58cc ぐらい、 cc ぐらい、はい、ということで、はい、じゃああとは移してお刺身の食べる用意をしていきたいと思います。はい、ご来店のお客様にお知らせです。この度回転寿司勝一戦の公式アプリケーションができました。このアプリケーション内では今月のおすすめやクーポンがゲットできたり、あとは来店スタンプを貯めれたりと、さまざまなコンテンツが盛りだくさんになっております。はい、はい、ぜひご来店のお客様はダウンロードしていただいて、お店の情報をゲットしていただいて、お得に利用していただければと思っております。はい、概要欄の方に URL も貼ってありますし、もしくは APP ストアや、Google Play で回転寿司勝一戦と検索していただくと、はい、アプリケーション出てきますので、ぜひダウンロードの方よろしくお願いいたします。はい、ということで完成しました。こちらが本格醤油 58cc でございます。はい、ということで実際もう今日はあのメンバー来てもらってるんで、食べ比べてもらって、カメラマンさんと実際にどう違うのか、じゃあ醤油をちょっとずつ。でもこのスーパーのお刺身結構レベル高いよ。美味しそうっすよ ね、まあ、買いに行って、わ、これはなかなかすごいなと思っちゃったね。美味しそう。
そう、なんかホタテバージョンとかあったりね、甘エビ入ってるバージョンとか。あ、ほんまこれ4品入ってる。そうなんです、3品だと思うんです。5品入ってるパターン。あ、これお醤油取ってもらっていい？このとろみ加減。あー、ほんとだ、これいいしょ、美味しそうでしょ。ということで、こっちが普通のお醤油、こっちが、はい、私たちの本格醤油でございます。はい、まあ、今ね、かき醤油とかいろいろ売ってるもんね、はい、あのだし醤油とか。あ、ありますね。それを買い忘れたっていう方はご自宅で作ることもできます。はい、はい、それではじゃあ実食ということで開けていいかな、これ。はい、はい、中トロ。中トロです。はい、うまそう。980円で中トロ、これいいね。安いわ。4品ね。じゃあわさびだけちょっとどっか一箇所に上げておきますかね。このわさびをなかなか出すこともあれで、あれで、よし、いいんじゃないですか、これ。はい、はい、ということで、じゃあ実食、はい、お願いします。先頭バッターは稲船選手で。稲船選手。はい、何からいきますか。白身っていいですか。ヒラメ、ヒラメですか、これ。ヒラメ、ヒラメですか。ヒラメか、カレーか。カレー、ヒラメっぽいね。こっちが、こっちが普通の醤油。うん、なるほど。はい、でもこれ同じ種類食べないと分かんないだろうから、うん、せっかくなんで、ね、もう家でね、これ晩食やってるつもりで食べてもらえれば。なるほどですね。全然違います。あ、やっぱ違いますか。ちょっと甘みがついてるのと昆布のやっぱ風味ついてるんで、こっちの方がやっぱり食べやすいというか、うん、こっちの最初の方はちょっと角が立ってるしょっぱいのが強い、はい、こっちはあの甘みがあって出汁も効いてるっていう感じの食べやすい醤油になってます。なるほど。はい、はい、次です。はい、白身がいいんでしょうか。ちょっとマグロいきますね。マグロ、おー、美味しそうなやつ。中トロですかね、うん、ちょっと通常の醤油から、はい、これ使っていい。これが俺です。あ、じゃあこれ、はい、食べ慣れてる醤油です。はい、うん、なるほどね。おへさん、そういえばなんか黒くなってます。初夏でキャンプ行きましたね。いつも通りの、はい、例年通りの支骨粉ちょっと。あ、はい、なるほど。ソロキャンプで。ソロキャンプ、なるほど。ちょ、ま、真ん中、真ん中ね。じゃあ秘伝のお醤油いただきます。はい、あ、とろみがすごいですね。いや、先ほどのお醤油よりも魚にこうマッチしますね。なるほど。はい、お出汁と甘みと昆布が入って、はい、とてもマグロに溶けました。なるほど。はい、じゃあもうあとカメラマンさん行ってもらいましょう。僕もう言うことなくないですか、これ。いや、もう俺ね、単純に期待してる言葉が全然まだ来てないんですよ、二人から。ちょっとハードル上がってるだけじゃないですか。いやいやいや、普通に普通の醤油と本格醤油。はい、はい、普通の醤油と本格醤油。え、なんだ、ハマチですか。ハマチ、ぜひ。ハマチいきます。ハマチいきます。普通の中辛。はい、いただきます。これは美味しいと思うけどね。うん、普通にうまいっすね。あ、ね、普通に美味しいよね。まず刺身がうまいっすね、刺身。さすがスーパー、うん、すごいな、お刺身もうまいっすね。で、本格醤油。本格醤油、はい、いや、これプレッシャーしかないっすね。あっ、なんかイエス、長っ、とろっとしてますもんね。そうそうそう、いい分量少なくてもね。うん、あ、すごい、こうカツオと昆布の風味。まずあれですね、うん、とろっとしてるから刺身に醤油が乗るっていうか。うん、ね、ありがとうございます。うまいっす。あ、ありがとうございます。その言葉待ってました。俺これでいいんすか。そう、誰も二人うまい言わないから美味しくないのかなって結構ドキドキしてたの。お醤油のこの差を
コメントした方がいいのかなっていう頭しかなかったいや美味しい、すごい美味しかったです。いやもう全然美味しくなくて、なんか醤油の特徴だけなんか喋って終わるんかなと思って、ちょっと久々すぎて、なんか俺の味覚変なのってちょっとすごい心配してた。とてもまろやかで美味しかったです。いや結構心配したよ、マグロが倍美味しくなりました。いや俺の醤油よりスーパーの刺身の方が勝ってんじゃねえかって、ね、いろいろ考えてたよ本当に。すいません、いやいやいや勉強不足ですよ。いやカメラマンさんから一言いただきましたんで、ああよかったです。うまいです、いつも通り、はい、よかったです。はい、ということで、まあ今回お醤油ねお届けしました。はい、はい、皆さんもご家庭でよかったらぜひチャレンジしてみてください。はい、はい、ということで、この動画気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた、バイバイ。